またボーファストフード店にやってきました。ご想像通り、まあ本日の発売初日、これですね、これ。期間限定メニューだってさ。また楽しみすぎてよく眠れなかったやつ。入店します。買ってきた。予想通りのピンクじゃん。ゴロッと桃のスムージー M440円、桃果肉ソース2倍プラス60円。スムージーのみ果肉ソースの増量可能なので、やってみたお。ふわふわ桃のクリーミーフラッペ M490円。ホイップクリームふわふわですわね。うまそううまそう。白桃、黄桃、ネクタリンの3種を使用。ではいただきます。めっちゃ桃の香りするな。癒されるわ。ずるりずるり。おう、うまうま。果肉ソース増量したので桃がゴロゴロいらっしゃる。これは絶対ソース増量おすすめ。あ、この中に入りたいわ。ジョッキで飲みたい。フラッペもいただきます。軽く混ぜ混ぜ、そして飲み。チュルイチュルイ。ほほう。コーヒー大臣と、ここで期間限定のこれ登場。これも本日発売、ほっこりじゃがいも。あはは、開けます。ちなみにこのパッケージ、数量限定で9種類あるらしいよ。これはちょっと集められないけど、いただきます。サクリサクリサク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 。相変わらず君はうまいの。コーヒー大臣、桃様とてもおいぴ。2015年に登場してから毎年大好評なんだってさ。スムージーとフラッペは多分ベースは同じで、違いはホイップクリームの有無くらいかな。フラッペの方がクリームがある分スイーツっぽいな。スムージーは意外にさっぱりで、食事と一緒でもいけそうだな。かなり気に入ったからしょっちゅう飲みたいけど、限定店舗での販売だからね。近くのマックでは買えないのが難点だな。どうかお願い、販売店舗増やして。クーポンでお安くなります。また近いうちに使うぜ。スタンプカードもらった。スタンプを4つ集めるとフラッペかスムージーがもらえるってさ。今日2つゲットしたので、またあと2つ。簡単だぜ。いいんじゃない。あれれ、もう終わっちゃうの。SNS のフォローもよろしくね。
けん始まるよ。じゃんけんチョキ。ご主人様、明日はどこへ行きますか？